インターラー県で保存されている G3-4208 号機胴体保存されている G3-4208 号機スイス国鉄 G3-4 型蒸気機関車はスイスのスイス国鉄の1メートル機関の路線であるブリューニック線で使用された山岳鉄道用蒸気機関車であるスイス国鉄の唯一の1メートル機関の路線であるブリューニック線においてジュラベルンルセルン鉄道として 開業以来使用されてきた1887から1901年製の G33 型蒸気機関車の置換用として、同じクラック区間用の HG22 系ラック式蒸気機関車の置換用として製造された HG33 型と並行して1906から1914年に8両が SLM で製造された粘着式の蒸気機関車で、 出力は1 8 0ット18パーミルで135トンの列車を時速2 0トルで、牽引可能な性能を持つほか、平坦線では350トン、最大26パーミルで70トンを牽引可能である。なお、1924、26年には、レーティッシュ鉄道から、ほぼ同系の G3、 4型軽音量が編入されて215から218号機となっている。心臓機の基板と、製板、製造年、価格は、以下の通り編入機の基板と、旧基板、製造年、編入年は、以下の通り1942年のブルーニック線の、電化により、1941年以降1965年に、かけて、順次廃車となり、三両がギリギへ、 一両が個人に譲渡されている。各機体の廃車年譲渡先は以下の通り、ありがとうございます。